これ。飲め飲め飲め。ロッドショあ、いや、師匠のあれ見て力入っちゃったよ。師匠あれヒットですか。師匠あれヒット師匠。あれヒット？変なことするからみんなが変なプレッシャーかかっちゃった。本当です。余計なことすっか。これでもね、金属なんだよ。ビヨンドにしか珍しい。普通ビヨンドってここに普通の FRP。これでもこうだ。これでもビヨンドなんだよ。ここに当てれば、ね、入れたのだったらここに当てなくてだから考え方が違って軟式だとボールが変形しちゃうんだよ。軟式って柔らかいから、うん、金属だとこうボールをブレーって潰しちゃうからなんか飛ばなくなるっていう。だからわざとこれビヨンドってここが柔らかい素材で作ってボールがなるべく変形しないように飛んでいくっていうので飛距離が伸びる。これ飛ばしやる使える扱い公式じゃ使える使える公式公式だとダメなの。公式でビヨンドだったら余計飛ばない高いところだって言うの高いところだって言うの高いところだってこれ3万くらいじゃない。これで3万ぐらい。ただ今持ってたから今買いに行くとね4万ぐらいです。買えるの今のいやなんかねどん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 多分性能が良くなってるのと多分いろんな技術が飛ばなくなったボールに対応してくる。しかも今の方が飛ぶんだって。今のボールの方が飛ぶんだって。今の方が飛ぶんだって。今度かかりすると全くないと思う。まあ多分そうかと思う。4万ですか。今4万でした。おおおハロー。俺も買い見に行ってだってこれだって高かったけどさ3万ぐらい。でこれも3万5000ぐらい。これは4万近い。何本？これは安い。これ2万ぐらい。本当に古いな。いいね。だってブラックスの頃から見た。どこと
16号の交差点のところの近く。それある。それある。それを。ただね、それまでどうやって過ごしていたっていうのが。何日ぐらいやったの？2週間ですか。少し。あ、いつかしかやってない。決勝がね、終わってる。終わった。仕事ない。ちょっと出ましたな。ちょっとやってるよ、つって。ああ、仕事ない。仕事ない。いや、早い早い。でもあれだよ、家ばっかり入れるよりいいよ。家ばっかり入れるよりいいよ。確かに。ちゃんと金もらえるしね。でも社長のなんかあれだよ。奥さんの金融関係ですね。でも、特活あったら来てじゃない？ OK！ いいじゃん。もう自分から仕事探さなくたって向こうが来てくれっていうのも余計楽くて面白い。普通だったらね、このご時世もなって仕事できない人がいるんだよ。そうだよ。よく踏ん張った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 よく踏